おはようございます。今日もにわかるです。先日折れてしまってマスキングテープで補修したトマトですが、一応生き返ったというか、まあ、死ななかったみたいです。まあ、一安心です。ただですね、見えるかな、どこか見えるかな。あ、これ行ってみようか。ズーム、この中央にですね、白い点みたいなのが見えるでしょうか。これで実はですね、なんとかシラミという虫でして、これがですねトマトにいつの間にか大発生をしていました。まあ、なんとなく庭に出ると白い虫が飛んでるなと思ったんですけども、何かなというふうにボケボサボサしている間にちょっとやっつけてしまいましょう。大発生してしまいました。今も周りをブンブン飛んで、今ブンブンというかですね、ふわふわと飛んでおります。やつらは葉っぱの汁を吸ったりするみたいですけども、まあまあすぐに枯れてしまうようなことはないですが、まあなんかこう色が変わったりとか、最悪だとこの見事になったトマトの色がまだらになったりとしてしまうみたいなんで、まああんまり歓迎はできないし油断もできないような感じですね。なんか白くふわふわしてて、まあその雪がね舞ってるみたいで可愛らしくはあるんですけども、全然そう思えないような感じです。このトマト、黄色いのと、わ、見事ですね、見事です。この辺の赤いやつ、あ、こっちの奥の方も結構なってますね。お、プチプチプチトマト。それとこちらのオクラもういい感じの大きさになってるんで、こちらは今日収穫したいと思います。いやー、家庭菜園の問題は尽きることがありません。向こうの山中はいい感じに育ってました。なんか山中は葉物は、10割、葉っぱが10枚あったら3枚ぐらい取るのがいいらしいですが、うちの先生は、10枚あったら7割取る派なので、だんだん、取ると収穫後はすぐすごい晴れ散らかしていますが、まあなんとか続けて収穫ができています。今日のお庭でした。それではバイナラ。この白い悪魔め。